柴田市庭園、農作科学の借景柴田市庭園柴田市庭園は、福井県敦賀市にある、江戸時代前期の庭園である。国の名称に指定されている。別名、関東園とも呼ばれている。柴田市庭園は、庭園と書院などを含む屋敷区画全体が、敦賀市の史跡、及び国の名称に指定されている。若狭国オバマ藩の豪農であった。 柴田梱衛門が新田開発を始めた時期に屋敷を建て、その後、月山臨泉海遊式庭園が作られた、鶴が富士と言われる農作科学を借景としている点が大きな特徴である。もともと柴田市の屋敷は周囲に5から6メートル幅の堀を巡らせた60メートルの方形の区画であった。その後、策定に伴い堀の一部を池として取り込み、 土塁を月山とした。このように堀を利用しているため、池は細長く、また深く、書院前の玉石張りの岸辺は勾配がきつくなっている。月山には滝石組があり、中島には土橋が架けられている。また、書院側から池を望むと、月山のやや右手の奥にどっしりとした農作科学の姿が遠望できるように設計されている。一説には、蚊の単優が、 じわり設計し、単有史後の1688年頃に、小堀演習が策定したというが、資料的な裏付けはない。池に面して立つ書院は、小浜藩主堺氏の休憩書としても利用された記録がある。欄間にも、堺氏家門の剣辺クエが掘られ、身分の高い方に向けた一段高くなった座敷が残り、柴田氏が小浜藩と密接なつながりがあったことを示すものである。 また、庭園側の窓の山が鳥居形となっているが、柴田氏の出身は野坂村であり、氏神として野坂学を擁拝する意図があったとも考えられている。なお、現在の屋根は銅板葺となっているが、当初は苔倉吹であったと推定されている。書院以外の建物として、書院に接した巨宅、通路塀、土蔵、中門、通用門、歌舞伎門が残る。 特に黒く塗られた歌舞伎門は、柴田市庭園のシンボルとなっている。また、建物の変遷が、祖先として残っており、米像、母や、道場、稲荷社がかつてあったようである。柴田市庭園は、関東園、関東館と呼ばれるが、これは、小浜藩六大藩主の坂井忠明が、休憩した際に、司教の関東の愛の故事にちなんで命名したと伝えられる。関東とは、 りんご、山梨、山桃、山ぶどうの類と言われている。屋敷の西側には山桃の巨木があり、関東園の山桃として、鶴ヶ市の天然記念物に指定されている。また、楠の木の巨木もあるが、これは、柴田氏が楠木正茂の子孫を名乗ったことに由来すると言われ、こちらも市の天然記念物となっている。ありがとうございます。